週間のご無沙汰でした。マンスリーゲストのくらべくんです。よろしくお願いします。おかげさまで雨が降っております。降りました。はい、先ほど今やみましたけど、はい、僕もびっくりしてるんですよ。ちょっとですよね。もう来週降ったらなんかみんなおごって。いや本当ですね。今日おごってもらった。イエーイ。お水で。ねえ、どこ行ってもそうなの。結構ここだけ。いやでもなんかこの夏すごくそれを感じました。あ、そう、はい、どんどんパワーアップしてるね。あの男として。はい、もうなんかどっか出かけようと思うと急に降ってくるっていう。あ、素敵。はい、いや素敵。素敵やな。まあ、そのうちそんな歌もできるでしょう。ねね、1週間のご無沙汰でございます。はい、よろしくお願いします。結構やりたいことやってました、私たち。本当ですか。先週ですよね、DJ やってた。はい、どういうことですか。だから一人であの曲を紹介して、あ、どうぞって、はい、答えとか言って。あ、なるほど。おすすめの曲をこう、そうです、サドンたちで。あ、初めての子はもうなんか、どうぞどうぞどうぞとか言ってたし、意外と難しいねとか言って。意外と一人喋りないんで、うちの番組。あ、そうですね。いつもこういう感じで、こう、和気あいあいとなって。え、そのバトンタッチすると、一人喋りをしないくちゃいけないってこと。基本一人喋り。他の人はこう、なんて黙っとくみたいな。それは、結構な心の中やで、そうですね。来週やる一人でラジオやってる。いやいやいや、ね、すぐそうやって言うんですか。だって今日、いきなり私にセリフを渡したじゃん。それ毎週、今まで毎週そうだったじゃないですかね。指差しちゃってるし、ね、それでもね、あの、だいたい3倍返しだから。じゃあ来週。もう今日、今日あれしたら3倍分が来週戻ってきた。あ、分かった。じゃあ来週雨降ったら一人でやる。うわ。元気次第なんだ。一人で、一人でやるってことは三人は外で見てるってこと。いや、おかしい。大体ああいうのってちょっとね、あの一人喋りの時だから今日しとけばいいじゃん、一応。それほぼ 89% ぐらいの確率で確率がね、ありますよね。あ、そうだよね。それ切ります。結構今から祈るよ。いや、クレベ君の不安の人は、うん、意外なクレベ君が見れてね。そうですね。だからクリスタルに行ってって思う。どうなんですか、そういうご経験は。一人喋り、ね、何回かやる。あるんじゃん。じゃあ、あるんですけど。うまく言ってないよね。全然言ってない。言ってたらもっと違う展開があった。いいなぁ、はい。残念、ね。きっちりその回数で終わり。何分ぐらいやった。なんかね、まあでも収録ですけれども、な生放送じゃないですか。あ、生放送じゃない。はい、収録、30分ぐらいみたいな。はい、ちょっと大変だったね。そうですね。うん、いや、私たちだって一人でできるかって言ったらできないね。できるかもしれないけど。多分むちゃくちゃでしょうね、きっとね。ね、うん、でもそれ困ったら曲に。あ、その逃げがあるからね。そうなんですね。曲弾く。まあ、道でもいきなりこうやって歌うんだけど。歌っちゃう。うん、そう。そうです。で、それはやっぱり何？デビュー引退？そうですいや最初から一応何か回数は決まってたんですけど、きっちり終わりました。の次のオファーはなかったです。残念。私もあのほら前にさ、はい、劇団のミヤネットボーイズの川本君と、はいはい、はっちゃんとやったあの舞台を始め舞台芝居を初めてやって、はい、デビュー引退やってる途中で引退しようと。舞台はそうなんですか。そうそう、あのテレビとか映画とかは経験してたんだけど、はい、舞台の芝居ってまた違うじゃない、はい、だから川本なんか舞台の専門の人だから、はい、厳しくはないけどもっとこうもっとできるからもっとやってごらんって言われて乗せられてやったんだけど、はい、無理じゃんと思って引退引退しました。その気持ちわかります。ねえ、さあ今日は1週間待ってたのでね、はい、楽しみにしておりましたよ、うんうん。ありがとうございます。じゃあ何の曲から今日聴かせてもらいましょう。今日はね、なんかあのこの間先々週で、ね、うん、楽屋裏のトークでなんかいろんな、うん、昔の、なんか恋の話みたいにされてたんで、うん、さんでそう初耳に挟んでた。そうですね。初恋をちょっとっていう曲がだいぶ遠い昔で覚えてるかな。初恋。はい、お願いします。
声を止めたから僕も外歩いたんだ。流れてゆく街の15番街、吹き抜けた風のように心がどこかへ飛んでいく。飾らないで言うよ、もう好きなんだ。小さな恋は幼い恋、暖かい手袋を僕にくれた。ロマンチックな明かりが夜を一層深めてくるのに、そろそろ行かなくちゃ。僕らの時間、手を握る、離す、握る、外れてしまう。見つめる君を、僕を、時計を。小さな恋は幼い恋、切ない手紙で心をくれた。ずーっと聞いてた。一人で聞きたいんだよね。